それでは今回のディビジョン3で MVP に輝いた田辺咲希選手、どうぞ前へお進みください。それでは講演会から優勝報奨金の贈呈です。大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。来シーズン、その次のシーズン、プロの世界でもっと上で輝けるように、応援をさせていただければ助かります。選手たちもですね、皆様のスポンサー様、応援していただく方々のために一生懸命汗をかけます。そして倉敷の子どもたち、岡山県内の子どもたち、日本全国の子どもたちに手本となるような、バレーボールチームとして築き上げていきたいなと思います。もっともっと飛躍をしていきたいなと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、今シーズンキャプテンを務めさせていただきました大島京香です。リーグが始まって私たちの戦いは、思ったよりすごく短くてあっという間の4ヶ月間でした。一戦一戦戦うごとにチームが一つにまとまっていくのをすごく感じましたし、それが私がそれを試合中に感じることができたのが私のこの2年間の成果でもあります。今私が思うのは、いつもサポートしてくださる皆様への感謝とチームメイトへの感謝です。これからは、最年長としてチームを支えていくことになるんですが、バレーへの思いであったりチームへの思いはこれからも変わらず、目の上のタンコム、鬱陶しい年上、時々たまに頼れる存在としてこれからも頑張っていきたいと思います。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。来シーズンキャプテンを務めさせていただきます、背番号2番谷口沙耶です。よろしくお願いいたします。今シーズンではたくさんの応援のおかげで目標としていた V3 リーグ優勝をできることが達成することができました。後半戦なかなか厳しい戦いにはなりましたが、アブレイズらしい拾って拾って粘り強いバレーができ、優勝することができたと思います。来シーズンでは自分たちより上の相手と戦うことになるので、常に挑戦者という気持ちを持ち、また新人選手もたくさん入ったので、今まで以上にチームの中で会話を増やしコミュニケーションを取っていきたいと思います。最後になりますが、日頃支えてくださっている方々への感謝の気持ちを持ち、チーム一丸となって戦っていくので、これからもご声援